はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっと僕ね、気になったことがありまして、やはり、まあ野球のチームとかって、いろいろ怪我人が出たりとか、まあその加入選手が来てくれたりとか、まあいろんな要素あるじゃないですか。で、まあジャイアンツの場合でもですね、まあ阿部監督がね、初めに掲げてた、まあそのなんて言うんだろう、公約とか、なんかレギュラー確約選手とか、まあそういったものって、まあジャイアンツだけではなくて、まあ他の球団でもあると思うんですけど、まあ果たして、まあそこのところと今現状、まあシーズンの半分まだ行ってないですけど、まあそこまで、試合を消化してきて、どのように初めのスタメンからね、今のスタメンに変わってったかっていうのをちょっと僕見ていきたいなと思って、開幕時のスタメンと今の先日のタイガース戦のスタメンどのように変わってるのかなっていうのをちょっとまあそのスタメン表を見ながらね、ああこういうこともありましたねとか、ああいうこともありましたねみたいな感じで振り返っていきたいなっていうふうに、今日思っております。じゃあですね、この辺あたりにちょっとね、画像出そうかなというふうに思うので、ちょっとね一緒に見ていきたいなって思ってます。はい、まずね、ちょっと開幕時のスタメン覚えてますでしょうか。まあ、3月29日、まあ、タイガース戦なんですけど、まあ、その、やはりね、まあ、タイガースに去年めちゃくちゃ負けてたっていうのもありましたし、で、阿部監督の1年目っていうのもありまして、いろいろね、公約というか、まあ、新戦力であったりとかっていうのも、台頭してきた、年というかね、そういった開幕戦になったんちゃうかなっていうふうに思います。ちょっとスタメン見ていきたいんですけど、開幕のね、1番センター佐々木選手、2番ショート門脇選手、3番ライト梶谷選手、4番、ファースト岡本選手、5番サード坂本選手、6番キャッチャー大城選手、7番レフト丸選手、8番、セカンド吉川選手、9番ピッチャー東郷選手というところで、もしかしたらですけど、今ジャイアンツのスタメンと比べると結構変わってきてる点っていうのがあるんちゃうかなっていうふうに思ってます。で、ちょっと見ていきたいんですが、やっぱりね、一番どこが変わったって言われると、まあその、まあ一番とは言えないですけども、やっぱり外野って結構変わってるんちゃうかなと思ってて、もともと開幕時センター佐々木選手だったんですけど、今誰ですか？センター、不動のセンターってヘルナンデス選手ですよね。ヘルナンデス選手が、まあ交流戦の時かなぐらいから、まあジャイアンツに来てくれて、まあその非常に大活躍してくれてるというところで、まあこの選手いなかったら間違いなく今ジャイアンツは周囲にいないっていうところはもう断言できるので、そういったところで、まあその開幕時ね、センター佐々木選手で、まあ別にその頼りないとかそういったことは全くないんだけども、やはりね、今のヘルナンデスと比べると、まあ、どう考えてもヘルナンデスだよねっていうところがあるので、まあ、ヘルナンデスがいない時のね、スタメンなんで、まあ、仕方のないことかなというふうに思います。まあ、ちょっと、難しい意見というか、ちょっと言い方があれかもしれないですけども、やはり、佐々木選手ね、まあ、新人でというところで、まあ、期待はされてたんですけども、なかなか結果が振るわずっていうところもあって、多分ヘルナンデス選手の獲得に踏み切ったんじゃないかな、っていうふうに思うんですよね。で、まあ、2番、ショート、門脇選手。まあ、門脇選手もね、まあ、そうですよね。まあ、今見てると、なかなか、うまくいかない。うん。なかなかこう、うまくいってない。で、空回りしてる。っていうね、感じがすごくしますと。うん。で、今の打順見てても、まあ、だいたい8番とかに入ることが多くて、まあその2番というところ、まあ結構起用されてる、3番とかも起用あったかな、今年ね。あったけども、なかなか振るわなくて、まあ結局スタメン落ちを経験したりとか、まあ伊豆口選手が出たりとかね、いろいろありました。まあ今ここ最近はですね、まあちょっと打撃のね、調子が上がってきたんで、ちょっとね、まあ試合が出てますけども、この間も試合もね、ちょっとまあ後期で、チャンスで、まあその2回凡退して、まあ、安倍監督に、まあ、その、ヒーローになりたくないのか、みたいなコメントもありましたから、ちょっとね、まあ、その、門脇選手、まあ、2年目のジンクスじゃないけど、まあ、そういったところに陥ってるんじゃないかな、というふうに思います。で、3番、梶谷選手ね。まあ、その、梶谷選手も、何してんのって話なんですけど、まあ、すごくね、開幕戦かな、ホームラン打って、ファインプレーもしてっていうところ大活躍だったんだけど、
まあ、怪我をもう一回してしまうんでね、古傷かな、古傷、昔やった怪我の左膝のところが、また痛み出して、まあ、その怪我をしてしまったっていうところで、今現状ね、まだリハビリ班にいますけども、まあ、この選手が今開幕時には3番座ってて今いないっていうところで、まあ非常に戦力ダウンではあるんだけども、やはりそれを感じさせないというか、むしろ逆に言ったらですね、それ以外の故障者っていうのが主力の中ではいないっていうところは、非常にジャイアンツにとって、すごくいいところじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、4番はもう、岡本選手ですけども、まあ、ファーストというところ、今年さ、ファーストというところでしたけども、まあ、今現状見ていくと、サード守ったりとか、先日はレフト守ったりとかね、いろいろ、器用にこなしてますと。まあ、それも、まあ、いろいろ意見があって、それがどうなのか、みたいなところもありますけども、まあ、そういったところで、まあ、4番というところの打順に関しては、1回もね、ブレてないというか、1回も動いてないんで、まあ、非常に、打点もね、ここ最近非常に多いですし、非常にいいんじゃないかな、というふうに思います。で、5番サード、坂本選手ね。坂本選手も、まあ、今、結構難しいシーズンを送ってると。で、まあ、5番に入ることが多くて、なかなか、カズマの後ろを打つのが難しくて、で、打撃不振があって、というところで、で、いろいろね、2軍で調整したりとか、うん、まあ、その現状を、まあ、その、スタメンを外れることが、結構多かったりとか、しますけども、僕は絶対必ずね、帰ってきてくれると思うし、最近の打撃内容を見てると、別にそんな悪くないかなって、前より、悪くないなっていう感じはしてるので、うん、そこはね、絶対坂本選手は僕は必要だと思ってるので、まあそのいろいろコメント欄でね、なんかその、3000本打つのに必死なりすぎとか、巨人はその坂本を贔屓しすぎとか、いろいろコメントは来てるんですけど、まあその、やっぱり、まだまだ坂本選手っていうのはやれる選手だと僕は思ってますし、まあ、頼るっていう言い方はあれですけども、やっぱりこう力になってくれないと困る選手だと僕は思ってますんで、そういったところで復活というところは、待ちたいな。まあ、モンテスもね、入ってきましたけども、しっかりね、そこの復調っていうのは待ちたいなっていうふうに思ってます。で、キャッチャー6番ね、大城選手だったんですけども、今やファーストに行ってると。まあ、キャッチャーの時も、最近はないな。キャッチャー最近ないですね。まあ、ファーストがほとんどだよっていうところ。じゃあ、誰が代わりにキャッチャー入ってんのというところで、岸田選手ね。まあ、今まで、開幕時はあんまりスタメンなかったんかな。なんか、その、ピッチャーによってたまにあるけどっていうのはあったんだけど、やはり打撃がね、すごく良くて、開幕時からね。で、そっから、結構ね、その、まあ、リードというか、まあ、その失点が結構少ないみたいな感じのイメージがやっぱついて、非常にね、今や正捕手みたいな形でね、みたいなというか、まあ、正捕手に近いぐらいの形で、まあ、試合にずっと出てるんで、そういったところで、まあ、その、今年も自主トレ、今年は去年か、自主トレ、今年か、今年の1月か、手伝ってましたけども、そういったところで、自分が手伝った選手が、そうやって活躍してくれるっていうのは、非常に、手伝った身からしてもですね、非常に嬉しいことだな、っていうふうに、思ってね、いつも試合を見てます。今でも、まあ、2割6分ぐらいあるのかな、非常に打撃も頑張ってるな、っていうところはありますね。で、ですね、吉川選手、丸選手か。丸選手は今もうね、今やもう1番というところ。で、守備位置も開幕時は、レフトだったんだけど、今センター、あ、じゃあライト守ってますと。うん、っていうところで、まあ、非常に、頼もしい。うわ、これ開幕時7番打ってたんやっていうところはね、改めてね、気づきました。気づきましたというか、だいぶ変わってるなっていうところはあります。で、8番にセカンド吉川選手ね。吉川選手も、まあセカンドというところは動いてないんだけど、打撃というところで、まあ8番打ってたんだけど、今2番打ってるというところで、非常にうまく、つなぎ役というかね、マルさんとヘルナンデスのね、その2人の間に入って、すごくしぶとい野球というか、打撃をしてくれてるというのがあるので、まあ、守備での貢献度も大きいですし、先日のね、走塁のね、ナイス判断もありましたし、非常にやっぱりいい選手だなって、日本一のセカンドだなっていうふうに僕思います。で、まあ、ピッチャーはね、まあ、戸郷投手、開幕投手で、まあ、昨日はね、井上投手っていうところありましたけども、やはり、しっかりね、戸郷、山崎より、まあ、菅野さんの復調というかね、復活というところが、まあ、ジャイアンツ、今年に関しては大きいんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、その井上投手が出てきたりとかね、まあ、堀田投手が出てきたりとか、まあ、今ちょっといないですけども、いろいろありましたし、うん、
メンデスとかね、グリフィンとかも抜けてた時あったんだけど、メンデスは今抜けてるかまだ2軍言いますけども、グリフィンがね、抜けてる時とかありましたけども、そこはね、みんなでカバーしてっていうところもあったんで、まあ、先発陣がね、ある程度やっぱ3本がしっかりしてくれてるっていうのと、リリーフね、リリーフを非常に去年のオフか、非常に補強したっていうのがあって、もうそこがね、もうほんまにめちゃくちゃでかかったなっていうふうに思うし、もう取りすぎやろって僕ちょっと正直思ってたところあるんだけど、やっぱりシーズン何があるかわからんし、まあ調子のいい選手もいれば悪い選手もいるっていうところで、まあ数がいるに越したことないのかなっていうふうに思うので、そういったところで、まあジャイアンツの補強とか、まあその編成とかっていうところは非常に素晴らしいかなっていうふうに思うし、まあその元々原監督がね、まあ前任監督として、まあやられてて、まあその、編成であったりとかっていうところも、まあ、関わられてたと思うんですけど、今やそのね、分業制というか、まあ、安倍監督はですね、しっかりその現場に任せるっていうところで、いろいろやってますから、そういったところで、吉村さんとかね、編成のトップだと思うんですけど、すごくうまくね、まあ、海外の獲得選手もそうですし、まあ、国内のね、まあ、トレードで取ってきたりとか、まあ、いろいろ若林選手取ってきたりとか、まあ、シーズン中にもありましたけども、そういったところで非常にうまい補強というか、自分たち、ジャイアンツが足りてないところと、他の球団で余剰というかね、余剰戦力というか、ちょっと浮いてしまってるというかね、ちょっとこう、宙に放り出されてるような選手をうまいことこう、チェンジして、自分のところに、自分のところのジャイアンツの力として、やってるかなというふうに思うので、そういったところで非常にうまい、編成ができてるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでですね、今日はですね、僕が気になってね、開幕時からどれぐらい変わってんのっていうふうにシンプルに気になったんで、今日こういう企画をやってみました。定期的にね、これね、開幕時から今までとか、例えば前半戦の終わりから今までとかね、いろいろこう、やっていきたいなっていうふうに思うし、これは僕ね、結構ね、興味があってね、やはり、まあね、まあ想定していること、通りに行くことって、まあ、ありますけども、やっぱ少ないじゃないですか。で、ましてやチームなんていうのは不確定要素がめちゃくちゃ大きいし、誰が怪我するとか、誰が調子悪くなるとかっていうのは、そんな未来なんてなかなか予測できないので、なので、ね、そういう、面白さというかね、振り返っていく面白さって僕あるかなというふうに思うので、ぜひこういう企画って僕は好きなんでね、やっていきたいなっていうふうに思いますし、ぜひね、企画案のアイディアだったりとか、こういう企画やってくださいみたいなとか、この企画良かったですとか、悪かったですとか、そういった感想でもね、いいので、ぜひコメントよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。